はい、えー、こんにちは。えー、2024年6月26日、オンラインでの私の市議会報告ご意見をお伺いする会を開催いたします。で、本日、まあ、毎週金曜日にやってたんですが、ちょっと都合により、今回は、あの、水曜日にやらせていただきます。で、えっ、えっと、大体1週間の動きを報告しまして、えっと、まあ、あの、 私の取り組みや動きとか感じてきたことを報告したいと思います。で、まず表紙はあの6月22日に、えー、台湾の国際学会 i a s t m and ASHM2024 年というまあ伝統医療系の学会で、えー、発表いたしましたので、これが発表者のあの発表者の様子ですが、あのそのことを表紙にさせていただきました。 それではまず議会の基本線について毎回ですが確認させていただいております。船橋議会の開会は36912の,あのに中心、3の倍数の次に中心に行いまして、この1か月間に集中審議します。で二元代表制、つまり市長も選挙であればある、しかし市議会議員も選挙であればある、2つの代表が、まあ、緊張関係を持ちながら市のことを議論していくというのがあの二元代表制のことです。で審議するものは と議決案件と、えー、議決しない案件がありますで。議決する案件は市長から出る議案、そして、えっと、議員が出す発議案、そして市民が出す請願陳情がありまし決審議はするけど議決,議決しない案件として、一般質問や委員会での担当課報告がありますで。これについてはもうあの私の一般質問あの、議案質疑ならびに委員 あの報告は基本的にしてありますので、まあ、これまでの、えー、動画の記録をご覧いただければと思います、はい、今の日程としては、えー、ここまで来ているんですね17日に市民環境経済委員会があったところで,で今ここまで来ておりますのであのほぼまあここのことは6月の,あの22日かなに、えー、報告しておりますので、えーっとえー、っと6月の,あの ここのところに報告してありますので、ここら辺については、昔のビデオをご覧ください。さて、それでは、えっと、7月の1日から予算決算委員会で、まあ、前回で可決されてますので、最終日も可決されると思うんですが、自転車ヘルメット、1, あの1個当たり2000円の補助が出ますので、ぜひこの機会に4、4月1日から始まりますので、ご活用 さてあの、市議会議員の、えー、仕事はあの、まあ、市議会で議論するとともに、まあ、日常的に市民の皆様の要望をお,お伺いして、えー、改善していくということでありまして、ちょうど一つの,あの要望が実現したところなんで報告します。昨日報告がありました。市の、あ,のあいてかあの、要望をい,いただいたから方からあのお礼の電話がありました。で実は、本六丁目の一堂がこんな状態だったんですね、最初。 でこんな状態で、まあ、歩きにくいし、あのまあ、非常に、えー、掃除を毎朝、まあ、さ,されている方なんですが、えー、掃除もや,やりにくいということで、改善してくれないかという要望をいただいて、これ、市の管理する一同だったので、まあ、きれいにあの舗装をする形に変えました。であの道に関する要望は、拡張してほしいという要望も多いんですが、残念ながら拡張となると、権利関係とか買収とかありまして、そう簡単ではありませんが、既存の幅の報道、あの一同を、 あの改善していくというのはこのように可能ですので何かありましたら申し付けてください。このような市民の皆様の要望に聞いて担当官に繋げて実現していくという活動はあの議会の活動とか他の活動と並行して続けております。さてえっと一つあの大きな動きがありまして国としてこれから発展を目指す特区っていうのを設定したんですが東京圏の特区は東京都、うん まあ、東京都と神奈川県は特区設定されたけど、千葉県は千葉市と成田市のみで、船橋市はされなかったんですね。で他にも国として発展させる特区がこれ、本に指定されてまして、実は特認定されていません。でこれは実は実今後、あの船橋の発展に、まあ、あの非常に…非、え、常、ーまあ 簡単じじゃゃなくななくるる要素があるんじゃないかと今たまたま首都圏に近いので人口が増えてますが、その人口増えているから楽観して何もしなくてもいいというのは間違いで、新しい政策を考えていかなきゃいけないんじゃないっということが、この6月に改めて感じたところです、すさて、ちょっと他の話題ですが、今話題になっているのが都知事選ですね、で都知事選のポスター、掲示板がこうたくさんあるということですね。 でえーまあ、その主要なメンバーをここら辺に、えーとまあ、有力3候補がここにたまたま重なってるんですがなぜこの掲示板をたくさん作ざるを得なかったかそれは立花隆氏が NHK 党の,あのたくさん候補を擁立するからということですねだからここはまだあの初期に撮ったので変なポスターありませんけど非常に良くないポスターがたくさん貼られてるというのがあります。 でこれはあの残念ながら船橋市議選で、えっと、3年前に立花隆がやった行為がこれでありまして、まあ、きちんと名前を出す候補もいる一方で、まあ、NHK 党が主,主導してこの5つの党を作ったんですね、まあ、党の名前のポスターを作りましたでこれはぜひこの私の,あのその時の報告を私のホームページで公式サイトで検索して、まあ、例えば 候補者名でないポスターと入れると出てくると思いますので、ぜひご覧いただきたいんですが、これが、あの、まあ、出発点で、今回、都知事選でまた大きなことが行われてしまったということです。これはやはり、選挙の公平性を担保しながらも見直していかなきゃいけないんじゃないかなと思います。あの、ポスターの えー、刑事については今後見直すべきだあの、いろんな形でこのようなことができないように、えーまあ、できないとなると選挙の立候補の平等性とかの担保が最低限必要ですが、そこら辺に配慮しながらちょっとこのようなことは見直すべきじゃないかなと思っております。 さて、それではちょっと政治的な話をしたんですが、えっと、私の基本線は、あの確かに日常の活動とか、議会での議論は大切なんだけど、やはり町全体とか、えっと、のことを全体に考えていくためには、 もっと広い視野で考えなきゃいけないんじゃないかということを常に思っております。で、その一つのあのまあ私の問題意識の一つのあの表現の仕方として、えー、国際学会ですね、I S T M M が抜けてますけど、A I S T M 2024というあのアジアで最大の伝統医療系の学会で台湾で行われましたので、台湾に行って発表して報告をしてまいりました。これアナルかカダビザス それで、全体気象報告では栗山さんという、まあ、あのハーバード大学の教授とテグさんという方がやられたんですが栗山さんは伝統医療の可能性についてあの、まあえー、とこれは、まあ、気,気,ですけど気のことですけどあの、まあえー、語られてるとで、えー、テグさんはい今の AI の発展という医療が今後どう、うん、連関するのかということを、えー、考えてます。で 私の問題意識はまたちょっと後のスライドでいきますけど、まあ、私自身の報告は何かというと、三田稔助という私が東大にいた時の有名な社会学者があったんですが、彼は体の大切さに注目したと。で体のじあの まあ、運動を促進するものとして、野口春近の生態や、それからチベット仏教え、チベット医学ですね、ごめんなさい、チベット医学というのがあると。で、そのことを報告させていただきました。これ、チベット医学の,あの小川さんの取り組みの薬草作りの取り組みの話ですね。さて、小川康さんの報告をいたしました。で、この報告はきちんとした形で、また、学会発表そのものの内容と、 それからそれを通じて感じたことをまた公式サイトなり YouTube にアップしていこうと思って ますのであの紹介だけにとどめますが、小林さんはチベットで初めて、日本人で初めてのチベット医となり、その後チベットに残らずに日本に帰ってきて、長野県の上田市で森の薬塾という塾を開いて、ま,あえー、と開いてますでここにいろんな人が来て、対応していくということと、薬草作り体験なんかもさっきのスライダーに見せたようにしてるんですね。それと これはのある医学部予備校ですが、私が司会をさせていただきまして、まあ、彼の講演を、えー、あのしていただくんですね。まあ、そのやはり、えー、伝統医療、東洋医学的な視点も必要だということで、えー、標準医療を目指す医師たちの,あの受験生たちにもお話をさせていただいております。それででここでちょっとと、えー、言いますと 実は前回のスライドの中で報告したんですが、がん研究というコアなあの、まあ、いわゆる標準以上の流れの中の遺伝子研究のことを前回、医学生に報告していただいた医学生だけど研究もしているという方に報告していただいたんですね。で彼女と講演終了後、食事に行ったんですが、まあ、私が、えー、さりげなく漢方の話を出したんですね。えー、と魔王と,、えーケイシと "Mom! 補、まあえー、中疫と疫とな,などの話を出しましたところ、きちんと漢方,漢方についても勉強してまして、えー、それとその、うん、漢方とこのその漢方は、章が違うんじゃないかと、章というのは人体の状況、えー、漢方の世界で見るときの,の一つの表現なんですが、章が違うんじゃないかと、えー、確かに鋭い指摘で、えー、その魔法と計子と主に私が、えー、使ってた時代と補中疫とを使ってたコロナの時期は、 確かに私の体の調が変わっている時期なんですね。でそこら辺もきちんとあの一種を目指す受験生もこの何,何年も続けてますのでえ医学部に行ってもその問題意識をえ持ってきちんと学んでるということで、まあ私がこうあのこういう講座を まあ、当然、東医学系だけじゃないです基本的に標準医療的な講座もやってるんですが、その中にこういう話を混ぜてきたことが良かったかなと思っているところです。さて、えっと、この間、野口春近、下、えー、三田宗介、そしてチベット医学,医学のことは結構勉強した報告しました。で えー、他の報告者は、ウ浦さんは、えー、ジャムーというインドネシアの,あの、まあ、飲料のこと、それから、えー、この、えー、コッコさんかな、はあの、えー、スペインにおける、えー、野口生態のことについて、あとは村川先生と、えー、浜野先生は日本における東洋医療。えーっと 今、すみません、今入られた方もおられると思うんですが、最初の,あの20分はあの私の報告をしておりますので、そして録画して、これ後で YouTube に公開しますので、ちょっと最初の20分だけあのまあ聞いていただいて、そしたら録画を切りますので、その後自由にご発言をいただければと思います。さて、台湾の報告の最後に、学会発表の 翌日に故宮博物館というところと、原住民博物館というところにいたで。原住民とて言葉今、日本ではちょっと差別用語として表現されてるんですけど、別に差別的な意味はなくて、先住民のことですね、えー、先住民博物館です。で台湾は実は1940年代に、まあ、あの第二次世界大戦が終わって、国民党が。 あのまあ、今の大陸の共産党と分かれてえ結局台湾に、えーまあ、避難して、えー、台湾政府を作るということになりましてその時に実はあの多くの中国の もともとあった博物館のものを台湾に輸送してるんですね。だから驚くことに、陰秋神官と昔並んでたんですけど、今、陰じゃなくて、章と言ってるんですけど、章の時代からの土器とか、えー、と置物が残されてまして、そこを博物館で見ることができまして、まあ、中国5000年の歴史を感じることができた。それと同時に、台湾はもともと先住民が住んでいたわけで、えー、その先住民、 の歴史もここで学ぶことができたのでまあ私にとっても台湾を勉強する機会になったかなと思いますさて以上のことを台湾で学んできたことを中心にこれまたホームページで詳しく公開しますが7月の20日にあのまあこういうタイトルで講演をします伝統医療と標準医療の共存の可能性を考える この台湾では伝統医療のことを中心に報告したんですが、私は標準医療の方にも関わってまして、まあ、特に標準医療でコロナ対策とがん治療のトレンドということで、日本分子生物学会で報告した内容と、日本がん学会でどんな議論があったかということを報告しまして、で第2報告として、アジア最大の伝統医療学会のこの報告をしたいと思います。栗山,栗山教授の見解とか、私の報告とかします。そして じゃあ標準医療と伝統医療の共存を踏まえて船橋市の保険医療体制の見直しの提言ということなんですがあの、まあ、これは私の政治的な問題意識とか発言にも関わってくるんですが今、標準医療のことを前提にしてお金をかけすぎようとしていますで。これは船橋市立医療センターを億円かけてわざわざざ 今ある場所に建て替えればいいのに移転するということを自身もお金をかけ継ぎだし、その規模も非常に現状の規模を以上に作ろうとしているんですね。果たして病院を充実させることだけが医療として正しいのかということはもともと問題意識として持っていて、本来は病院に行く前です、ね、の時に、 予防的にできるる必要があるんじゃないかそこのヒントが伝統医療にあるという話を、えーふまえー、などの話をしたいと思いますので、えー、標準医療を否定するわけではないけれど、伝統医療の要素をもっと取り入れないと、財政的にもおかし,おかしくなんじゃないかということを思っているので、その報告をします。あとは自由討論ということをやりますので、またぜひご覧おいでください。 さて、今後なんですが、今後は本日夜のオンライン議会報告会をやってますが、あの6月28日、金曜日に本会議の採決と最終日の広報委員会の議論があります。そして29日は、まあ、あのいろんな学校に適用できない子どもも自由に生きられるように、学校の方を変えていく必要があるんじゃないかということで、みんなの学校というのを不登校の当事者などが中心に、 あの上映会しますので、夜勤労趣味センターでありますので、今、掲示板にも貼ってますので、私見に行くつもりです。7月の1日は小中学校校長会で議会見学会、8月にある議会見学会の案内をしますであと聴覚障害の学習会もします。 7月2日は横浜市の動物愛護を視察に行きまして、あと坪井公民館で夜、勉強広場となります。7月3日は塚田公民館で、まあ、子ども食堂と連携した勉強広場をやります。で、この日の夜もオンラインの議会報告会をやります。まあ、ちょっとこの間、えー、都合で金曜日じゃなくて水曜日に連続しますが、また来週の水曜日もやります。 7月6日はリアルの、えー、企画が充実というか、たくさんやりまして、一気にやりまして、10時から11時がすべて勤労市民センターで議会報国会、それから学習会子どもの貧困、そして13時から14時が学習会、源氏物語、夕顔の巻をやります。で7月の12時に京都聖華大学の漫画学部の教授の三河原さんにインタビュー、対談する予定です。 で最後の話なんですが、実は京都大聖華大学の漫画学部の教授のインタビューをするにあたって、まあ、少女漫画の編集やってきた方なんで、まあ、少女漫画の歴史を勉強してるんですね。で私はまあ少年漫画、まあ、男ですので少年漫画中心に、まあ、下の城とか銀河鉄道水内とか、そういうのを中心に見てきたんですが、同時に竹宮恵子の寺へとか、そういう、まあ 少女漫画なんだけど、まあ、少年が読みやすいようなものも一応読んでたんですが改めていろいろ読み返してみると非常に少女漫画の世界では価値観を変える革命的なことがさまざま起こってるんですね。というのは、えー、花の,あの24年組と言われて昭和24年生まれぐらいの組と言われてるんですが竹宮恵子 萩生元、そしてまあ池田梨央子もそこに入ると思うんですがあのそこら辺の世代の第1期の,あの上昇女漫画を切り開いた人たちがちょうど、えー、と20歳になったのが大学闘争の世代でありまして、まあ、竹村恵子もあの池田梨央子も一旦そういう闘争に参加するんですね。 しかし、その闘争ではなくて、漫画の中で革命が起こせるんじゃないかということで、世の中の価値観を変える革命を漫画で行おうという問題意識になって、それが、あのまあ、竹宮恵子にしろ、あの池田涼子にしろ、そういう生き方になってきて、まあ、彼女たちが書いた本、まあ、例えば池田恵子の「ベルサイユの,のバラ」とか、 そこら辺は今でも非常に社会的な影響が大きい作品を作って確かに革命を切り開いたんじゃないかなと思います。そこら辺のちょっと,、えー、と伝統的な話とそれから最近の,あの話ですね、えー、を含めて「えーまあのだめカンタビーレの」の、えー、編集をされた方ということなんで「ノーダメの話なんかも伺いながら。 話していこうと思いますというのは、実はこれ、船橋も私、関係したいと思ってまして、<laughs> 船橋市って <laughs> あの残念ながらあの、主要産業がないんですね。まあ、確か農業とか漁業は伝統的にありますが、いわゆる船橋市でこの産業をやってるというのがないで、それはさっき言った特区との関係で、非常にあのこのままだと、船橋は発展。えー 運転していいけない可能性があるとそれだと1つの産業の1つのあり方としてアニメ産業というのは今日本で、まあ、日本が世界に注目されている世界なんで、まあ、京都が1つの発信拠点になってます京都青果大学もあるしあの発信拠点になってますけど船橋が1つのアニメの発信拠点になったら面白いかなという、まあ、まだこれは構想段階ですので、まあ、絶対これを、えーえー、あの なんていうかな、100%進めるというところまでの,あの中身には煮詰まってないんですが、でそういうこともありまして、えっと、ちょっとそ,のそこら辺も含めて対談を、インタビューと対談をしていこうと思っております。ということで、 あの以上で報告をおりますが、まあ、前半、ちょっと聞き逃した方に前半のことを簡単に振り返っておきますと、まあ、後半、あの、台湾の話とか漫画の話とか、ちょっと、あの、市議会議員、一般の市議会議員があまりやらない話を言ってしまったんですけど、前半の方できちんと議会の流れの報告や、 あの特に道の改善要望について対処した話とかもさせていただきましたので、後で動画も記録でアップしますので、ご覧いただければと思います。それではここで、えっと、録画を切りまして、これから自由討論の時間にしたいと思いますそれでは録画を切ります。